はい、皆さんこんにちは。ワナリビジ言えてないですね。はい、皆さんこんにちは。ワナリングルフィッシュです。では今回は英読の決断法バープギット PS2 版続きをやっていきたいと思います。前回ですね、南シナ海取ったんで、この資源豊富な南シナ海うまく活用していきたいなというところなんですが、実は鉄が全くなくて輸送船を作れないという厳しい状態です。でかつですね、実は艦隊一部再編したんですけども、この第二艦隊が傷ついた艦隊ということで、この南シナ海でドック入りさせるので鉄がまたなくなりますということで、輸送船を作る余裕がちょっとしばらくなさそうということがあります。ただそれでもやっぱりね、蓋をするというシンガポール攻略作戦、これをやっていかなきゃいけないので、艦隊を進めていきましょう。で艦隊は再編したこの第一艦隊ですね、ここは戦艦長門、山本五十六、五十六さんは中将から大将に、昇進させました。で戦艦長門に乗った14隻からなる戦艦3、軽空母1からなる第1艦隊、さらに第2艦隊はね、今お話したように一旦ドック入りと。で、代わりに第12艦隊。ここを再編して、ここ、シンガポール、攻略を行っていきたいと思います。では、まずね、早速艦隊を移動していきましょう。南シナから、マラッカ、シンガポールへ。で、各、敵と隣接している海域の飛行場、具体的にはですね、この小笠原、さらにマリアナ沖、ここには、飛行機を増強かけました。で今からね、このトラック沖にも増強をかけます。しばらくトラック沖は艦隊としてはね、空いてしまう可能性があるので、トラック沖にも増強をかけておきましょう。ただトラック沖に増強をかけるのはもうちょっと後にして、先にねトラック沖からこのラバウルへ侵入したいと思います。で侵入する艦隊はこの第3、ここにはね空母、正規空母4隻からなる航空戦隊を要する空母艦隊、あと第7、これがね軽空母1、あとは従順、軽順、駆逐艦からなる15隻の第7艦隊で、第14艦隊は従順と駆逐艦からなる艦隊ですね。これをラバウルに入れて一旦ですね、無理やりにでもオーストラリアを目指そうというふうに思ってます。でそうするとこのトラック沖が空になっちゃうので、トラック沖に艦隊をね一つ入れつつ、トラック沖にも航空機を量産しましょうという戦いになりますね。ではまず艦隊進めましょう。第3艦隊をラバウルへ。米豪シャドン作戦なるオーストラリア攻略、これをね最優先でやりましょう。で正直マーシャル沖はもう捨ててもいいかなというところなので、一旦マーシャル沖に入ってるこの第10艦隊を代わりにトラック沖へ。トラックはね絶対に取られたくない場所なので、トラック沖に入れちゃいましょう。で代わってトラック沖には航空機の配備を行っていきます。まあ、やっぱりここで欲しいのは96式の陸航欲しいけど起用ないんで、雷撃機かな。救難式の観光、これが25配備できるのであれば25置いちゃいましょう。で代わってここに96式の陸航空いた分を18増強。いやこれ結構ここを40機の爆撃機置けばそれなりに安心感出てくるな。
絶対に取られたくない場所ではあるというのは今お話した通りなんですけど、未配備機数15、これちょっと残しとこう。アルミと鉄は豊富とはいえ、1回で生産できる上限は決まってしまってるんで、この PS 版に関して言うと。ではこれで週を進めていきましょう。まずはラバウルの攻略。敵の飛行場がね、どこにあるかっていうスパイ活動を一切していないので、ちょっとそこが心配ではあります。なので真っ先に飛ばしましょう。第三艦隊をこっち。第七艦隊を右から。で、第14艦隊も右から行きましょう。日の出とともに攻撃をかける。日没は20時台と遅いので、しっかりと偵察機を飛ばして、敵の航空基地の場所を突き止めましょう。さあ、策的ですね。了解。攻撃方針は空撃です。さらに、偵察機も早速飛ばしましょう。まあ、この辺りに確実に1個2個はあるというふうに思います。で、第14艦隊も偵察機を飛ばします。了解。どの辺りにあったかっていうのはちょっと確認しないと忘れてしまってるので、もうここはねしっかりと索敵を入れていきます。航空隊発艦。もう去年全然違う話するんですけど、去年はね月に1回タイに遊びに行ってたんですけど、今年はちょっと控えようというのはね、動画の中でもお話していると思うんですけど、一応今のところ5月のゴールデンウィークまで予定がないというね、ちょっと寂しいですよね。敵の飛行場発見します。そしたら第3艦隊、これ航空戦隊が入っている戦隊ですね。これでまず下の方、今画面マップ出してますけど、下の方の飛行場を空撃で仕留めましょう。飛行場はまだまだあるはずなんだけどな。航空隊を出していきます。航空隊発艦。航空隊着艦。航空隊着艦。さあ、航空隊着艦したけど、これ偵察機了解だよね。他は敵の艦隊は出てないのか。航空隊発艦。なんでちょっとまた話を戻して、5月まで一応行く予定がないんで少し寂しいんですけど、毎月行ってるとね、まあちょっと動画の更新も滞るし、いろいろ弊害があるんで、まあ、今年は一応3回から4回ぐらい行こうかなと。まあ最初の出だしが5月なんで微妙なんですけど、一応ね、夏休みとかも控えてるんで、それをうまく使っていければいいかなというふうには思ってます。さあ、ここはどうだ？これを見る限り航空隊がもう出てますね。今、カメラを自走車で変えてます。航空隊着艦。下の方の飛行場までちょっと画面マップをカメラ視点ですかね、スクロールかけましょう。4分の1か。1回の攻撃でこの程度だよね。第3艦隊、これ航空戦隊なんでガリガリ
航空隊を出していきましょう。了解。第14艦隊は砲撃戦に入ってるね。味方艦隊より入電。航空隊発艦。さあ第3艦隊から航空隊が出る。直縁が待ってますけど、こっからね、第3艦隊航空戦隊から航空隊が出てくれればというところだけど、第3艦隊に攻撃の指示を出しましょう。味方艦隊より入電。航空隊発艦。で、敵の艦隊はいないので、このラバウルはもう一方的な殴り込みだけで済みそうですね。で、右側の飛行場、ここの、耐久値確認しましょう。ここも3分の1いってないかなぐらいですね。今画面の中央に敵の飛行場出しましたけど、天気が安定してる今のうちにね、仕留めたいですよね。航空隊発艦。そしたら第3艦隊をもうちょっと近づけましょう。ちょっと敵の飛行場に遠すぎる。味方艦隊より入電。航空隊発艦。航空隊着艦。第14艦隊の消耗がやっぱり激しいね。敵の基地に砲撃を仕掛けている関係上。航空隊発艦。航空隊着艦。航空隊着艦。航空隊発艦。航空隊発艦。航空隊発艦。ようやく空母艦隊から攻撃機が、爆撃機が飛んできて爆弾を投下してくれてるね。これで敵の飛行場で半分ぐらいまで減らしてくれれば大きいかな。航空隊着艦。航空隊着艦。航空隊着艦。航空隊。これで第2波が終わりましたかね、一通り。そしたら第3艦隊から再び攻撃隊を飛ばしにかかります。まだね、ちょっと終わってないので着火が、着艦と補給、これが済んだら下の飛行場の破壊にかかりましょう。航空隊発艦。勇壮たる空母艦隊。航空隊発艦。指定地点に到着。了解。了解。航空隊着艦。航空隊着艦。もう一回ぐらいは空撃、航空隊発艦、爆撃できるかな。今18時になろうかというところなので、航空隊さあ護衛機が出て、今爆撃機も出ましたね。これで、敵の飛行場にもう一波
攻撃が仕掛けられるんじゃないかなというふうに思います。これで飛行場さえ仕留めきれれば大きいんですが、まあやっぱり対空防御もしっかりやってくるよね。まあ、敵の飛行場は正しく攻撃完了です。で、この後は、敵の飛行場、もう一個の飛行場があるので、そこの飛行場の攻撃に向かいます。航空隊着艦。航空隊着艦。で、この後はね、しばらく敵味方ともに動きはないので、時間を早めにかかりましょう。航空隊着艦。航空隊発艦。航空隊発艦。航空隊着艦。夜間の間は航空隊の攻撃ができなくなりますというところですね。航空隊着艦。航空隊着艦。夜の闇っぷりとかはね、本当にPC 版に比べると本当にリアリティが高いですよね。もう夜の海何も見えないという。今、ひそひそと、艦隊が残る敵の飛行場に向けて、進んでいっているという状態ですね。では、このうちに残された敵の飛行場、ここの耐久値確認しましょう。残りの耐久値やっぱり多くはないよな。半分ぐらいですかね。で、夜が明ける7時になったら航空隊を直ちに発艦させます。一応5月のね、航空券はもうすでに取ってます。やっぱりね、爆投してますね。まあ、多少早い時期に取ったので、まあ、最高値というところではないんですけど、まあ、やっぱり待機にしては爆投中と。で、もうホテルもね、いつものホテル取っちゃいました。今回5泊6日 ?6 泊なのかどっちだっけな ?5 泊6日かな。4月の27から5月の2日までなので、27、28、29、30、1、2、なんで6泊7日かな ?27、28、29、30、5月1日、2日、27、28、29、30、1日、2日なんで5泊6日ですね。ちょっと今回はね、LCC で撮ったんで、収録機材はね、持っていけないので、なんかね、タイから現地収録っていうのはできないんですけど、まあ、ただ、PS ビータぐらいは持ち込んで、まあ、例えばですけど、ギレンの野望のね、ロケハンとかはしっかりやろうかなと。あと、iPad も持っていけば、ポケット戦国のロケハンもできるので、まあ、ロケハンはね、昼間の時間特に暇なので、昼間を使ってやりたいと思ってますんで、まあ、だいぶ先にはなりますけど、現地からのツイートもお楽しみいただければ嬉しいなというふうに思います。では、ラバウル近海、ラバウル攻略作戦。ここの損害状況を確認しましょう。第14艦隊から、従順が1隻、駆逐艦が3隻失われましたね。ただし、これで、ラバウルを取りましたと。第3、第7両艦隊には、損害は出てません。お、ドイツは飛行場を失いデンマーク沖を失った感があるな。
まあ、代わりにと言ってはなんですが、北海を取ったと。まあ、撃ったり撃たれたりという状態ですかね。ヨーロッパ戦線の方は。軽巡が4隻、さらに駆逐艦が数隻、建造が完了です。さあ、では本丸、シンガポール攻略を行っていきましょう。で、ちょっと艦隊の様子を確認しましょう。第一艦隊はよくて第五艦隊だよね。第五艦隊。まあでもちょっとこの第五艦隊は第五艦隊で、まあシンガポールに駐留する艦隊として持っていきましょうか。で、一方、第二艦隊ですね。この状態確認しましょうか。まだ2隻が損傷中。戦艦扶桑をはじめ2隻が勝破。もうちょっとかかりますかね。あと1周程度は南シナで駐留させましょう。で、ラバウルに進んだ艦隊なんですが、まずは艦隊の移動で、傷ついたこの第14艦隊、これをトラックに戻して修復で、逆にトラックに入っているこの艦隊を ソロモンに進めましょう。2週間後に到着か。で、ソロモンにはね、今、向けた、第3、第7、両艦隊を進めていきたいんですが、トラックから来る艦隊の合流を待ちましょう。で、ソロモンを攻略して、オーストラリア、進めていきたいというふうに思います。で、サンゴ海まで無理やり取っちゃえば、まあ、ある意味ね、ハワイからオーストラリアへ進行してくるルートの一つを潰せるので、オーストラリアまで先にソロモン、オーストラリアと攻略して残存艦隊、残存勢力、残存兵力でサンゴ海を攻略。まあこの流れですかね。で、ハワイから来るアメリカ軍の太平洋艦隊はトラック沖、マリアナ沖、小笠原沖で迎え撃つという作戦になります。で、ここはね、航空隊を、どんどこと配備していきたいので、今回のターンを使って先にですね、航空隊を生産していきましょう。航空機です。まあ、艦上の攻撃機ですね、やっぱ欲しいのは。あとは艦上の爆撃機が欲しいんですが、艦上の爆撃機はちょっと数が足りないかな。そうなると艦上の攻撃機をマックスまで作りましょう。で、今お話した通りですね、小笠原沖とトラック置きと航空機を配備していきます。特に小笠原沖を疾患するともう後がない。敵が日本本土の攻略を行えるという状態になってしまうので、それを避けるために
爆撃、雷撃、まあ、攻撃ですね、いわゆる。ともに、充実をさせます。マリアナ沖も同じく航空隊、これを配備していきましょう。飛行場が1個しかないってなるとね、どうしても辛いんですよね。護衛機の数をちょっと増やしましょうか。で、護衛機を増やしたら当然爆撃97式の艦艇、これを40機まで増やします。で、攻撃機、まあ、いわゆる雷撃機ですね、これも数を増やします。そして絶対に取られちゃいけないトラック置きです。ここも航空機を配備。敵のね、攻撃に一番最初にさらされるであろう飛行場、ここに戦力の大増強をかけていきます。トラック置きさえ無事であれば、まあ、艦隊のね修理もできるし、まあ、ある意味周辺海域が仮に奪われたとしても再奪回の、まあ、機会をうかがえるというところですね。マーシャルに入っている航空機をどうするかだな。まあ、引き上げるのももったいないし、一旦このままにしますか。まあ、敵の艦隊が入ってきたらここはもうどうにもならないから、引き上げちゃうというのも手だよね。護衛直縁合わせて戦闘機が15、爆撃が15、雷撃が7。これは引き上げだな。残しといてもちょっともったいないんで。だったらマーシャル置きは一旦差し上げましょうと。それかマーシャル、トラック置きを捨ててマーシャルに全兵力集中するっていうのも手だよね。結局トラック置きに進行される恐れっていうのは今はないわけだから、そうしましょう。ではちょっとね、今回はじゃあここまでにさせていただいて、今トラック置きに配備した艦隊、さらには航空戦力を一旦、マーシャルに移すというのを検討したいと思います。ただしマーシャルに移すにあたっては、傷ついた艦隊今、トラック置きに入れて修復するので、そのトラック置きでの修復が完了次第ということにします。で、もし完了する前に、つまりトラックからマーシャルに艦隊を移す前に、アメリカ軍の太平洋艦隊がやってきた場合はマーシャル沖は放棄するということにして、もしトラック沖に入れた艦隊の修理が完了してマーシャル沖への展開が済んだ後であれば、マーシャル沖に航空機を、まあ、大量配備していくということで、マーシャル沖を、ね、防御の拠点にしていきたいというふうに思います。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。